木踏みの池月、文の池とは、新潟県糸井川市に位置する池である。所在地は、糸井川市大技場で419である。天然の池で、面積は2.9ヘクタール、最高深度は5メートル。鬱蒼たる樹木や樹木に絡まる、藤の鶴、巨岩などに囲まれた地形で、水面に映る月の姿が見えないことから名付けられたという。 池から見える巨岩は、越後88箇所の一部である。越後88箇所は、霊所、四国88番のミニチュアを模しており、88体の石仏があるとされているが、現在は、草木が生い茂り風化も進み、確認は、困難を要する。月文の池は、富士の名所として知られ、毎年5月中旬の日曜日に、月文の池と、富士祭りが開催されている。 なお、藤の花が咲く季節には、池の近くの新町区においても、藤祭りが開かれている。糸井川市の井の股酒造は、この池の名を冠した青酒を発売している。ガツ踏みの池の藤新潟観光ナビ、2012年8月12日、閲覧。AB 藤祭新潟観光ナビ、2012年8月12日、閲覧。井の股酒造、ガツ踏みの池新潟観光ナビ。 2012年8月12日、閲覧、ありがとうございます。